どうもマリアトルです。サトシさん、はい、この世で一番怖いことって何だと思います？トル君は狭いところに閉じ込められるだと。確かにめっちゃ怖い。俺もね、飛行機に乗るが怖いとね、まあまあそれはね、個人的に怖いことはあるんですけど、我々ね、おしゃべりクソ野郎たちにとってはですね、この世で一番何が怖いかっていうとですね、滑ることなんです。あーそうね、話してって空気がバーって出来上がったところでスンってなる、あの誰もがね経験したことある今までは。みたいなやつ、ね、そう、やっぱり恐怖でね、全世界が今回こそ滑るかもしれないって恐怖の中あの生きているんですよ。はい、やっぱ人間ってされてそうやって抑圧されてたら、いつかなんか爆発しまって悪い方に走っていったりする可能性がある。おしゃべりジョーカーがそう生まれる可能性がある。だからたまにストレスは解放しないといけない。はい、ということで今日は滑ろう、滑りましょうというわけでですね、本日はですね、思いっきりね滑っていきたいと思います。どうやって滑っていくかというと、これです。はい、これです。こちらのですね、ソリで今日は楽しく滑っていきたいと思います。あの僕のねバイト先の学童からですねお借りしてきました。ありがとうございます。放課後クラブ、皆さん放課後クラブに子供を預けてお金を渡してね。というわけでですね、靴にはですね、まあ、いつも言いますけど砂浜があるんですよ。砂浜っていうのはですね滑るんですよ。というわけでね、全力で今日は滑ってね、日頃の滑りたくないみたいなストレスを発散していきましょう。レッツツルツルハギちゃん。早速一滑りして、じゃあちょっと本日の僕たちの滑りポイントを紹介していきたいと思います。こちらです。ダン、津屋崎浜ですね。津屋崎浜の一番南端っこ、砂浜を整備した時にかき集めてるっていう、まあ山がねあるんですよ。ここね子供たちとかもねこう遊んだりしてね、楽しいところなんですけど、今日はここで一気に日頃の滑りたくない気持ちを解放していきましょう。じゃあ佐藤さん、このバイトマウントで臨場感もしてもらいましょう。確かにマフラーで画面隠れてる感すげー怖くない？これこれね、ちょっと画面から見たら分からんと思うけど、何メートル？4メーターぐらいはこう落ちてんじゃないかと。滑り知らずのサトシさんの滑りをね、下からちょっと見ていこうと思います。では、行ってください。どうぞ。うわっ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 うわふわっと感がすごい。なった？これはちょっとトール君楽しいじゃないの。気持ちいいですか？気持ちいい。あ、じゃあもう青でいきますわ。すみません。じゃあ行きますか。ちょっとまあいい感じにレールができてるからレールの上行きますわ。じゃあ行きます。レッツゴー。あ、お、お、お。楽しいね。楽しいよね。楽しいで、ね、同時にやってみますか。じゃあ行きますか。35歳と39歳、はい、74歳の滑りです。ゴーゴー。あ、悪い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 。もうちょっとレベル高いところも行ってみますか。もちろん。これ怖いね。あー、どうぞ。あ、割れたよ。えごめんよ、みんな。どうにかするわ。割れちゃった。行ってこーい。あの速度がね足りない。速度が足りない。こっちじゃない。でもなんかちょっとやっぱり35歳には物足りない感じありますんで、そんな時はパパパパパパー、シリコンスプレー。なんで持ってんの。説明しよう。シュッシュするとキュンってなるんだ。おお、2メーターぐらい超えましたよ。俺もやりたい。行きます。あ、もう絶対滑る感ある。あ、早い。あ、僕はあれだ、ソリの前に来てるから先端がバッて埋まるんだ。こんな体勢で人にアドバイスをもらったことがない。
超えた超えた。まあまあ。あんたらどこの小学生ね。若松の方です。新小学校です。新小学校です。まあというわけでとても楽しかったですね。楽しかったですね。ダメだダメだこんなんじゃ。滑り足りないよこんなんじゃ。ガキの遊びかよもう。74だぞこっちとら。ストレスが解放されねえ。はい。というわけで場所を移動したいと思います。はい。ジャンプします。まあそうでしょうね。せーの。あいしょ。はい。移動してきました。こちらです。バン。鯉の浦でございます。もうここら辺屈指のですね、ザ・砂滑り山です。74歳ともなるとこれぐらい滑んないと日頃の鬱憤は発散されねえぞということで滑っていきたいと思います。ちょっと一回見る。この象の、通称象の頭と俺が今名付けた。あー距離あるね。ジャンガチができるということで。そうね、ジャンプアイコでしょ、アイコでしょ。あ、美味しい側か。滑れるぞ、はい、行ってきます。いらっしゃい。僕は滑るんだ、僕は滑るんだ。なに、なに、楽しいよ。レッツゴー。コントロールが。なぜそれを持ってった。赤の方がやりやすいね。もう一回いろいろコースあれしてやってみよう。では行きます。滑った。これが滑りだ。これが滑りだ。ラトシさん、これだわ。俺らが求めていた大滑りはこのコースですよ。行ってこい。惜しい。山側に来ちゃった。これがきついね。ゴー。うまい。うまい。うまいぞ。でもやっぱここ、ここじゃないですか。ここサトシさん、ここ行けたらサトシさんね。サトシさん分かったよもう。このもう GoPro8 に向かっていく感じ。バカ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 。GoPro、 GoPro、 大丈夫かお前。ちょっとトル君、俺の勝ち勝ち勝ち。素晴らしい素晴らしい。自己映像撮れてる。自己映像。じゃあ行きます。大滑りします。すごくない、逆にすごくない。チップチップ。逆にすごくない。あーでも負けた。俺じゃこれに突っ込んで止まった。これなかったら多分これにガリってなって、あもう沖ノ島。今日見えるしね。いやこれ楽しいね。楽しかったね。はい、というわけで、本日滑ろうでした。滑ったね。滑ったね。皆さん、こういうね、滑りポイントが靴にはいくつかありますんで、よかったら皆さんも日頃の鬱憤を晴らしに滑りに来てみてください。滑り国福津市万歳。
バーイ。今後もね、滑ることを恐れずに楽しいおしゃべりクソ野郎で俺たちもいたいと思います。あのちゃんとしたやつ、欲しくない、欲しくなってくる。こんなにいいゲレンデがあったらカヤック、高くない？待って待って待って、あれカヤック持ってるじゃないですか。ボートもあるから3台てか、ボートとカヤック楽しそうだよやめて。